どうもささんです。もう2021年も半分終わってしまったということで、もうめちゃくちゃ早いなというふうに感じてるんですけども、今回はですね、その2021年上半期で買ってよかったもの5つ紹介していきたいなというふうに思っております。一応言っておくとですね、今回紹介するものは過去の毎月恒例にしてる買ってよかったものランキングで、まあ、紹介したものではあるんですけども、その中からの選定基準としては、まあ、よく使うものとか継続的に使ってるものという感じですね。なので毎月のランキングの中の1位を紹介していくということではないです。やっぱりね、前まではすごい良くて使ってたっていうものでも、まあ、最近使ってないっていうものもあるんでね、今私サスさんが、まあ、よく使うものという感じで、紹介していきたいなというふうに思っております。はい、じゃあ早速、第5位からやっていきたいんですけども、2021年上半期第5位がこちらの電動ドライバーでございます。これ Amazon で買った電動ドライバーなんですけども、値段がですね2600円ぐらいかな。で、本体のプリント見るとこれ濃厚っていう風に書いてあるんですけど、今販売ページ見るとですね、このプリントがちょっと変わって、弓マイルっていうね、アルファベットの表記になってるので、まあ、ちょっとねこれよりは、かっこよくなったんじゃないかなと思います。で、機能としては、本体にねこのボタンがついてて、まあ、ちょっと付属のビットを取り付けて、やってみたいんですけど、このボタン前の方を押すとネジを締める、そして後ろの方を押すと緩めるっていう感じの使い方になってますね。で、本体お尻の部分を見るとですね、はい、カバーがあって、それを開けると USB Type-C 端子があります。これで本体を充電して、まあ、電動で、使うっていうものですね。で、こういった電動ドライバーっていろんな種類のものが販売されてるんですけど、なんでねこの製品がいいのかというと、まず一つ値段が安いっていうこと、2つ目、さっきも言った通りね、USB Type-C 充電っていうこと、そして3つ目がですね、もともとビットがねいろんな種類付属してるんですよね。こんな感じで、ついてきてるので、2600円ぐらい出してこれだけ買うと、もう結構ねいろんなものに、使うことができるんですよ。ただこれがついてきてるって言っても、もちろん合わないサイズのネジとかもあると思うので、そういった場合はですね、まあ、自分でね、他のメーカーのものを買い足してこうやってつけて、使うっていうこともできます。これはベッセルのやつなんですけど、この大きさのプラスのドライバーって入ってないんですよ。そういった場合はね、まあ、こうやって自分で用意して、使うといいと思います。今年に入って結構自作 PC 関連の動画やることが多かったんですけど、手動でねこうやってネジ回すって結構大変なんですよ。なので、よくね自作 PC やるとか、まあ、なんかね、組み立てとかでネジ回すことが多いとかっていう方は、これ一つ持っておくだけでかなり、便利になるんじゃないかなと思います。で、一つ一応注意点を言っておくとですね、まあ、これ値段が安いだけあってか、トルクがね、そんなに強くないんですよね。一応スペックを見るとですね、電動で回す時のトルクは 1.5Nm ということになってます。これね実際使っててめちゃくちゃ硬いネジの時はこう回んない時とかもあるんですよね。ただ電動の時は 1.5Nm なんですけど、これ手動で使うこともできて、その時は 10Nm まで対応してるので、まあ、例えばね硬いネジを回す時はちょっとだけ手で回してから、あとは電動とか、締める時も電動で締めてあげてから、あとは手でちょっと締めるとか、まあ、そういった使い方もできるのでね、個人的には特に問題ないんじゃないかなと思っております。まあ、どうしてもねパワーのある電動ドライバー欲しいのであれば、これもね今年購入した、シャオミのやつなんですけども、こんな感じのすごいね、見た目がおしゃれっていうかね、こんな感じなんですけども、これは値段5000円ぐらいかな。結構トルク強くて、あらかじめねこういったビットも付属してるので、例えば結構大きめの家具組み立てるとか、そういった場合はね、まあ、こっちの方が向いてるのかなとは思います。はい、続いて第4位なんですけど、その前にね一旦キッチンの方に移動したいと思います。はい、ということでキッチンに移動してきたんですけども、第4位はこちらアイリスオーヤマのヨーグルトメーカーでございます。まあ、これもね前に紹介したことがありまして、視聴者さんの中ではですね、もしかしたらさっさんそれ使うの本当にって思ってた方、いるんじゃないかなと思うんですが、これね、めちゃくちゃ使ってる、マジで使ってますね。これ、牛乳パックを使って、まあ、ヨーグルトを作るっていうものなんですけども、1リットル分のヨーグルトができるわけなんで、まあ、毎日使うわけではないです。毎日使うわけではないんですけど、まあ、ヨーグルトなくなったらね、すぐに作るっていうぐらい、本当にねよく使ってるものになります。じゃあどうやって作るのかっていうのをね、ちょっと一回お見せしたいなと思うんですけど、まず、この新品の牛乳、これを一回普通に開けてですね、で、この中にね、種となるヨーグルトが必要なので、
これを入れたいんですよね、牛乳パックの中に。ただそのままこれを入れると溢れちゃうので、種となるヨーグルトの分量分、ちょっと違うねコップに牛乳を注ぎます。はい、そしたらヨーグルト入れることができるので、はい、この中に、入れちゃいます。はい、今回ですね R1 使いました。ていうかね、前紹介した時普通にですね、なんかめっちゃ安いやつ、400g で120-130円ぐらいで売ってるようなヨーグルトを種にしたんですけど、それよりねこの R1 って分量ちょっとで、結構値段がね150円とかする高いものなので、これをね、1リットル分作った方がいいよなということで、最近はねもうこの組み合わせでやっちゃってます。でヨーグルトを注いだらですね、この専用の棒みたいなやつでこうよく混ぜるんですけど、その時にですね、これを一回熱湯で、消毒します。はい、消毒してきましたということでね、これを混ぜます。まあ、牛乳パックの上のとこね全部開けちゃってもいいんですけど、まあ、今回はですねちょっとめんどくさいのでそのままやります。はい、これで、いいんじゃないでしょうか。そしたらですねこの上を閉じて、いよいよヨーグルトメーカーの中にこれを入れます。で、蓋を閉めて、でヨーグルトメーカーにメニューが、ね、いくつかあって、プレーン、カスピ海、甘酒、塩麹、飲むヨーグルトっていう風になってるんですけども、プレーンしかね、まあ、ぶっちゃけ使ってないです。他のやつはね一回もやったことないんで、今回もねプレーン作るんですけど、このスタート押すだけですね。はい、でここに、9時間って書いてあるので、まあ、あとはね本当に待つだけで、ヨーグルト完成するっていう感じです。で9時間も待ってられないので、あらかじめこちら作っておいたものがあるので、中身ねちょっと見てみましょうか。はい、これが完成したやつなんですけど、ちょっと分かりにくいかな、ちゃんとねこれ固まって、ヨーグルトになってるんですよね。ちょっと器に取ってみましょう。はい、こんな感じでですねちゃんとできてるんですよヨーグルトが。これね最初やった時マジでテンション上がったね、めっちゃおもろうと思って。はい、こんな感じですね。で俺の場合はこちら、蜂蜜をですね、ちょっとヨーグルトにこうかけて、混ぜて食べてるっていう感じでございます。はい、というわけで完成したヨーグルト、食べてみたいと思います。いただきます。うん、美味しい。まあ、ていうかねいつも食ってるやつなんですけど、これねヨーグルトメーカーで作ったから、まあ、売ってるやつと違うとか変とか、美味しくないとかそういうこともなくてね、これちゃんとした、ヨーグルトになってます。さっきも言ったんですけど、安いヨーグルトじゃなくて、R1 を種にしてるので、まあ、売ってる R1 と全く同じものがね牛乳1リットル分できるってことでもないと思うんですけど、まあ、ちょっとお得感、あるのかなと思って、作る手間自体はあるんですけど、体にもいいと思うしね、ヨーグルトメーカー自体も高いもんじゃないので、興味ある方はね試してみてください。はい、次が第3位なんですけど、またですねちょっとキッチンの方に、移動したいと思います。はい、というわけでまたキッチンの方に移動してきたんですけども、第3位がこちらネスカフェゴールドブレンドバリスタだったかな、コーヒーメーカーでございます。これもね最近紹介したものなんですけども、本当によく使ってるんですよ。ネスカフェのコーヒーメーカーいくつか種類あると思うんですけど、これはですね、コーヒーメーカーの中にこういったねインスタントコーヒーを補充して、まあ、コーヒーをね、作ってくれるっていうものになってます。じゃあちょっとねどんな感じで使うのかやってみたいんですけど、まずこれ電源ボタン押してですね、すぐにもう入れれるってわけじゃなくて、まあ、中のヒーターが、温まるまでちょっと時間かかるんですよ。これね、俺も測ったことないんですけど、どんぐらい時間かかるのか見てみましょう。押すとね点滅して、それが点灯に変わったら使えるっていう感じですね。いきます。はい、お、準備できました。19秒なんで、もう全然すぐって感じですね。はい、じゃあ実際コーヒー入れてみたいと思います。いくつかメニューがあって、アイスとか、ホットコーヒーとか、まあ、ホットコーヒーで量が多いやつとかね、まあいろいろあるんですけど、今回は、アイスコーヒーにしたいと思います。中に氷入ってます。いきます。はい。はい、できました。こんな感じ。これねマグカップが、ちょっと大きめなのでね、まあ、量が、ちょっと少なく見えるんですけど、最近はこんな感じでアイスコーヒーブラックで飲むか、たまにですねこれにちょっと牛乳を足して、でガムシロを入れて、ちょっとカフェオレっぽくして飲むのもね、結構ハマってます。このコーヒーメーカー結構値段も安いし、あと替えのねインスタントコーヒーも、まあ、700-800円とかかな、そんぐらいでアマゾンで買えて、一応52杯分って書いてるんで、52杯いけてんのか分かんないけどね、なんか体感もっと少なくしか、入れれない気がしますが、まあ、結構持つしね、おすすめなんじゃないかなと思います。
まあ、一応言っておくとこれね当然、水は必要になります。こんな感じでね、背面のタンクに、水を入れて使う必要があるし、あとねインスタントコーヒーを使う簡単なタイプではあるんですけど、メンテナンスもね、全くないわけではありません。一応メンテナンスも必要になるので、まあ、興味ある方はね、そちらも調べてみて、検討されてはいかがでしょうか。はい、続いてが買ってよかったもの第2位ですね。それがこちらパナソニックのスチームアイロンなんですけど、これも本当によく使ってるというかもうほとんど毎日、使ってるかな、普通のアイロンで言うと、まあ、アイロン台に洋服を乗せてね、こうやってアイロンがけして、まあ、シワを取るっていうものなんですけど、こういったねスチームアイロンっていうのは洋服をハンガーにかけたまま、スチームを吹きかけることによって、まあ、シワをね伸ばすことができるんですよ。で以前の買ってよかったもので、紹介した時はですね、まあ、そのシワを取るシーンだけお見せしたんですけど、最近ですねシワ取りと、まあ、もう一個ね、ちょっと便利な使い方をしてまして、それもね実演してみたいと思います。はい、じゃあ早速こちらチャムスの T シャツにスチームアイロン使っていきたいと思います。こういう T シャツもですね、わかりますかね、意外とこういうシワってつくんですよ。あとですねこのシワだけじゃなくて、まあ、さっき言ったね、別のところに使ってるっていうのが、この肩のとこですね。こんな感じでねちょっとハンガーの、かけた後ちょっと伸びてる感じになるんですよね。これビッグシルエット T シャツなんですけど、一応ですね以前動画で紹介したニトリのね肩が伸びにくい、ハンガーで干したにもかかわらず、まあ、ビッグシルエット T シャツだとこういう感じでねちょっと肩のとこがダルーンってなっちゃうんですよね。でそういった時にもこのスチームアイロンが、めちゃくちゃ便利でですね、肩のところにこうスチームを当てながらね、ちょっと伸ばす感じでやってあげるとそのダルーンってなったのが、すぐね解消されるんですよ。はい、ということで肩のとこにねスチームアイロン当てたんですけど、するとですね、まあ、こんな感じで、ダルーンっていうのが、まあ、なくなったのが、お分かりいただけますでしょうか。こんな感じ、反対側を見るとですね、はい、分かりますかね、この辺なんですけど、これがね、ハンガーを、かけた後、まあ、左側はあるんですけども、スチームアイロンを当てた右側の方は、ちゃんと平らになってると、これがね非常に便利です。はい、じゃあ次はこのシワも、取ってみたいと思います。いきます。本体にですねボタンがついてて、それを長押ししながら、こんな感じでね、まあ、服に当てていくっていう感じなんですけど、これ本当にね手軽に、シワが取れるんですよね。どうしてもねアイロン台にこう洋服を乗せてわざわざ、アイロンがけするってなるとちょっとめんどくさいと思うんですよ。でもこれだったらね、結構、まあ、めんどくさがり屋の男性とかでも、できるんじゃないかなと思います。はい、ということで今軽くね、アイロンかけてみたんですけど、分かりますかねシワが、減ってるのが、まあ、ちゃんとね、かけてないんで残ってる部分っていうのはあるんですけども、あとですねこの袖のとこ、はい、袖今ねこんな感じなんですよ。結構ねシワついちゃってますよね。この袖にもねかけていきたいと思います。はい、こんな感じで、袖の方にもねアイロンがけしてみました。まあ、ちょっとこの下の部分ね、かけにくいんでシワ残ってますけど、この辺はね結構綺麗になってます。反対側もう一回見てもらいたいんですけど、はい、こんな感じでね、反対側の袖はまだシワシワの状態になってます。結構違い、わかるんじゃないでしょうか。T シャツでもね、まあ、このぐらい、違いが出るので、洋服のシワ気になるけどわざわざアイロン台に、乗せてねアイロンがけしたくないとかっていう方はですねかなり便利なんじゃないかなと思います。で一応言っておくと、やっぱりねこれスチームアイロンなので、ちゃんとねアイロン台に乗せてやるよりはシワは、落ちにくいです。例えばですねこのシャツ、これ無印で買ったシャツなんですけど、結構シワついてますよね。でこれにスチームアイロンかけようとするとですね、はい、こんな感じですね。まあ、ちょっとシワ減ったように見えるんですけど、よく見るとね、薄いシワは残っちゃってるんですよね。こういうのも嫌なのであれば、やっぱりねちゃんとアイロン台に乗せて、かけるしかないのかなと思います。ちなみにねこれ一応ツーウェイアイロンなので、スチームだけじゃなくて、アイロン台に乗せてね、まあ、直接こうやってアイロンかけるってことも、できます。はい、それでは2021年上半期買ってよかったもの第1位なんですけど、それがね2つ組み合わせて使うものになってます。1つ目がこちらモフト X っていうね、スマホの背面に貼り付ける、まあ、スタンドみたいなやつなんですけど、どうやって使うかというと、まあ、横から見ると、普通の時はこんな感じで、使う時にこれをね
こう持ち上げるんですよ。そうすることによってスマホをねこうやって立てておくこともできるし、横にこうやっておいて、まあ、動画見ることもできるし、でここにね指を通してスマホを落としにくい感じで持つことができると、あとはですね一応背面にカードを1枚収納しておくことができるんですよね。この機能も結構便利です。でこれだけでもねもちろんいい製品ではあるんですけど、これプラスモフトが一緒に出してるこのマグネットがあるんですよね。これを組み合わせて使うとめちゃくちゃ便利になるんですよ。はい、じゃあどんな感じでねこのモフトとマグネット使ってるのかっていうのをお見せしたいんですけど、うちはですね洗面所の壁にこうやってくっつけてます。これによって例えばねお風呂上がり髪を乾かす時にねこうやってスマホつけて、まあ、動画流したりとか髪セットしたりとかそういう時も結構時間かかるので、動画見ながらとかこれめちゃくちゃ便利なんですよ。で洗面所だけじゃなくてこれお風呂の壁にもつけてるんですよね。お風呂の壁にも同じようにね、こうやってくっつけて動画見たりできるんですけど、お風呂の壁ちょっと高めにしておくとスマホにね、お湯がかかったりとかしないので、これめちゃくちゃおすすめです。で目線の高さなんで動画も見やすいし、あとはですね、まあ、車の中とかにも、まあ、貼り付けられるようにするとかそういうのもね結構便利なんじゃないかなと思います。まあこうやってね指を入れて持ちやすくしたいだけとか、スタンドにして使いたいだけとかそういうことであればね別にこれじゃなくてもいいと思うんですけど、リングタイプとかいろいろあるんでね、そういうのでもいいと思うんですけど、このマグネットと組み合わせて使うやり方がね本当に便利すぎるので、お風呂でね、よく動画見るとかそういう方はですねぜひ一度、試していただけたらなと思います。はい、というわけで以上が2021年上半期買ってよかったものベスト5でございました。今回紹介した製品については動画の概要欄にリンク載せておきますので、気になったものがある方はぜひチェックしてみてください。それでは次回の動画でまたお会いいたしましょう。バイバイ。